つつかな悪女ではございますが、ひなみや蝶ネズミ取り替え伝、星4。ナロー系高級物語というジャンルはどの作品も極めてシナリオが面白く、面白いナロー系読みたいならとりあえず高級物か悪役令嬢物を読めと言われるくらいの作品。この漫画は超絶人々から愛されている、器量と気立てがマックスでカンストしている最強の第一夫人筆頭の人族のメスと、器量と気立てが土底辺の全ての人族の評価が最悪のドブネズミと呼ばれた人族の魂が入れ替わってしまうという俺があいつであいつが俺での高級版。シナリオはオールマックスの偶性の人族のメスがオール土底辺の人族のメスの体に入れ替わった後に、そこから持ち前の最強スキルで成り上がるというシナリオだが、この人族の主人公の元の体はすぐ死ぬ、すぐ病気になるというクソ最弱な体であり、脳筋理論と死ぬよりも過酷な訓練を経とも思わない鋼のメンタルによって生きながら得ており、すべてが土底辺だが健康な肉体を手に入れられたことでめちゃんこ喜ぶというシナリオがクソ激烈に面白い。この漫画のクソ激烈にジモールとベネな部分はこの嫉妬されるくらい完璧なメスはありとあらゆることを捨ててたゆまぬ努力と訓練をしていたから培ったものであり、評価最悪の皮になってもそこからたゆまぬ努力によって評価を逆転させることに成功するのぜ。例えば元の体はクソ激烈に病弱で毎日死ぬほどの高熱にうなされるんだけど、どうせ毎日不調ならそんなさまつなこと気にせずガンガン行こうぜといった脳筋が染みついた性格がジモールとベネ。また嫉妬ばかりしていた川の元と持ち主はひたすら人生を嫉妬する、立場の弱い者に当たるという浪費を繰り返していただけであり、一切の努力と訓練を放置していたのが原因だという部分をきれいに描いている部分がジモールとベネであり、あんこに染み渡るのぜ。主人公の性格設定が脳筋なので人族のオスも面白く読んでられるし、とても良いエンタメ作品。